今回ご紹介するのがペンテルのアイン 0.5mm2B 芯のご紹介です。このシリーズは比較的折れにくい丈夫な芯になっています。では開封していきます。ちょっとシールが残ってしまいますね。芯を取り出す際はここをこのようにねじります。先日購入したゼルガードにこの 2B 芯を入れてみたいと思います。光の反射で薄く見えますが、かなり濃く描けています。描き心地も 2B ですのでいいと思います。小生はシャープペンチの芯は 4B が好きなのですが、 4B で描いてしまうと消しゴムで消しづらくなりますので、今回は 2B にしました。